はい、映画です。今回はね、エクスペリアのね、カメラについて少しお話をしときましょう。まあツイッターの方でね、エクスペリアのカメラ使いにくいよっていう、何も調べずにね、ツイートされてる方がいたので、思わずこの人知らないんだなというのがあったので、エクスペリアのカメラがどういうものなのかっていうね、少しお話をしときましょう。皆さん、スマートフォンカメラね、撮影しようとした時どう思いますか？どうしますか？もうロック解除してカメラ、まあ、ロック解除のところにカメラあったりとかするけどね。エクスペリアはね、なんとね、このシャッターボタン、こうシャッターボタンね、長押しします。でもう起動します。それでパチッと撮ります。これがエクスペリアのカメラ。まあ他のね、スマホでもあるかもですけど、これがエクスペリアなんです。ただ昔からね、エクスペリア使ってて若干こう起動遅いっていうのもあるんですけど、起動してすぐ撮れるっていう、電源オフの状態から長押ししてロック解除せずにカメラが撮れるっていうエクスペリアの特徴があります。これは非常に優秀かなと思っております。で、カメラのインターフェースもね、標準的なカメラとまた違うんですけども、横長を生かしたねカメラの設定になってますからね。はい、唯一ね横長のいいなっていう一つが、もうこういうねとこね。で、これねベーシックっていうのがあって、起動した時はベーシックが起動します。で、ここにね動画と写真と切り替えられるので、非常にそういう面では標準的にカジュアルに使う時は十分です。ただしそれ以外はこのベーシックっていうやつからオート、このオートになるともうこの動画が撮れないっていうね、いうのがあるので、まあ、動画をこうよりクオリティの高いやつで撮ろうとするとちょっとねインターフェースがものすごいややこしいとかね、いうのはありますけど、まあ、カジュアルに使うっていう分だったらフォトグラフィープロっていうのが自動的に立ち上がるので非常に便利なので、まあ、このあたりはね、もしエクスペリアを初めて買われたりとかしてカメラを使いたい、すぐ使いたいって方はこのシャッターボタンね、これを押してデフォルトでフォトグラフィープロが立ち上がります。それで撮れますのでね、で動画切り替えたりとかもできますので、はい、ぜひね、参考になればと思います。以上です。